おっしゃ、それでは近代少年の事件簿、星見と悲しみの復讐記ですね、続きをやっていきたいと思います。前回ね、結構いいとこまで行ったんじゃないのかなとは思うんですけど、結局ね、はじめちゃんに感づかれ、剣持のおっちゃんを呼ばれ、二人にね、詰め寄られて、拓也さん、海にね、身投げしてしまったんですけれども、多分、反省点としては、こんで今、剣がね、寝てるんですけれども、ドアをね、ノックされて、麗華ちゃんの部屋と間違えて、はじめちゃんが来ちゃうんですよ。で、前回それでドアを開けて、この剣の部屋に、私がね、いるのを、まあ、おかしいと思ったはじめちゃんに感づかれてしまったんで、開けなきゃいいんじゃないっていう。ので、今回はその開けないをね、選択したいと思います。行こう。さあ、どう始末してやろうか。やるなら今のうちだ。で、はい。待てよ。殺してしまうのはいいが、死体をどうするんだ。そうだ。確か船長が海に落ちてしまうと見つからないと言っていたな。よし、運び出して海に捨てれば。しかし、ダメだ、なかなか踏ん切りがつかない。ユウ、わかってるよ。お前のためだ。で、こうやって部屋をノックされてしまう。うわぁ、誰だ、出るなよ。落ち着くんだ。まだ何もしていないじゃないか。ひとまず隠れてやり過ごすか。でも見つかれば言い訳はできない。ならば堂々とドアを開けて出迎えるか。いずれにしてもどちらかの道しか残されていないんだ。まずはもうここね、開けちゃうと多分はじめちゃんと鉢合わせちゃうから A でいいんだと思う。っていうわけで A 行ってみましょう。ここはひとまずどこかに隠れて様子を見た方がいいな。それにしても一体誰なんだ。とにかく眠ってる剣の部屋にいるのは不審に思われるだけだ。一緒に飲んでたとかじゃダメなのかな、仲良くなって。早くどこかに隠れよう。隠れられそうな場所はベッドの下かクローゼットの中。ベッドの下。よし、とりあえず、あ、もうベッドの下行っちゃう？とりあえずベッドの下だ。急いで隠れよう。これ選択肢じゃないんだ。で、どうかね。っていうか、だって鍵かかってんじゃないのって話なんですけど。あ、開くの？俺はベッドの下に隠れて息を殺した。開くの？来た。どう？え？誰？おい、ケン、俺だ。え？はじめちゃんじゃないの？え？なんだ？もう眠っちまったのか？これは兄貴？この声は、そうだ、大山亮介だ。鍵もかけずに眠っちまうなんて。鍵かかってなかった。見て、睡眠薬よ。え？これを飲んで眠ったんだったら多分朝までぐっすり。なんで睡眠薬置きっぱなしになってんだよ。しまった、薬の残りをテーブルの上に置き忘れた。でもどうやら連中は自分で飲んだと勘違いしているようだ。それにしてもこの女、どこかで聞いたことのある声なんだが、いや違う、千春ちゃんじゃなくてあのライター、こっち B ですよね。確かライターの工藤明子の声だったような気がする。こいつなんとかならないかしら。なんなら千春ちゃんの声まだ聞いたことないと思う。あ、言い寄られてんの。あ、ってことは工藤明子があの人？間違いない、あの工藤明子の声だ。しかし彼女がなぜ？りょうちゃん、りょうちゃん、あの姉ちゃんの事件覚えてるでしょ？ってことはこの3人が関与してるってこと？ユウのことだ。ってことは、実はあの子、パパの病院に運んだ時はまだ生きてたのよ。生きてたの？パパの病院に運んだ？まさか。それをパパが後が面倒だからって殺しちゃったでしょ。パパ？は？衝撃の真実だよこれ。なんだって？ということは、
アキコの親父も優殺しに加わっていたのか。ちくしょう。そのことをネタに一度でいいからっていやらしく迫ってくるのよ。あ、そうなん。知らなかったな。そいつは困りもんだな。兄貴ですら知らなかったね。え、だからリョウちゃん、うん、お願い。はあ、こいつを何とかして。え、このままじゃ安心できないわ。これもしかして私が手下すまでもなくやってくれちゃう感じ。よし、だったら俺に任せろ。締め殺してやる。なんで犯人よりも立派な犯人がいっぱいいんだよこの船の中。ちょっと待って、今はダメよ。あ、今ダメな。みんな眠ってる頃の方が安全だわ。ああ、それもそうだな。さすがはアキコさん、恐れ入ったよ。まあ、はじめちゃんもね、刑事もいるからね。あ、でもちょっと真相には近づいたな。二人は部屋から出て行った。それを見届けた俺はベッドの下から這い出た。どうする？今でこれで全てはっきりした。ずっと追い求めていた犯人が。それにしてもあのアキコという女は凌介をそそのかしてケンを殺してしまうつもりだな。人は見かけによらないとはあの女のことだ。それに工藤アキコの親父だ。4人とも絶対に生かしてはおかない。とりあえずこれ以上この部屋にいるのは危険だ。また奴らが戻ってくるかもしれない。俺はテーブルの上の鍵を盗みこの部屋を出ることにした。鍵？本は？本の方を選択したんだけどさっき。俺はドアをロックし剣の部屋を後にした。え？でどうすんだろう。でも連中剣の部屋に戻った時鍵かかってたらあれってなんない？部屋に戻ってきた俺はあいつらのことを思い出していた。俺は沢沼健のことを考えていた。工藤明子のことを考えていた。これどっちだろう。とりあえず B かな。俺は工藤明子のことを考えていた。分かったことは健と凌介に優を殺すように頼んだのが工藤明子だということだ。一応またあのさっきのベッドみたいに進んじゃったりしないかな。健と凌介、ケンと凌介？ケンがアキコの頼みを聞くのは理解できる。なぜ凌介まで？あ、また選択できんの？まあ、これはなんかもう惚れ込んでるってことでしょ？なぜ凌介まで？なぜ凌介まで？もしかして、凌介もアキコのことか。凌介は財宝が目当てで。あ、そういうこと？確かにあのペンダントもなくなってたんで、まあその財宝のありかのヒントが書かれてるっていうね、あの拓也さんが、ゆうさんにあげた、それもなくなってたってことなんで、凌介は財宝が目当てなんじゃない？凌介は財宝が目当てで、十分あり得る話だ。アキコはなぜゆうを殺すように頼んだんだ？一体ゆうとアキコの間に何があったというんだ？そうか、なおちゃんのスキャンダルが原因だ。財宝が目当てでユウを殺したんだ。意外と工藤明子もこっちなんじゃないかな。財宝が目当てでユウを殺したんだ。あのテープの会話でも二人は財宝のことを話していた。あの財宝の話を知っている人間は少ないはずだ。それなのに怪しい奴らだ。奴らはきっとどこかであのペンダントの秘密を知り、それを奪うためにユウを殺したんだ。しかし一体なぜ奴らはペンダントのことを？それにアキコの親父って一体？もしそいつも財宝目当ての人物ならこのツアーに参加しているはずだ。まさかあの拓也さんの元父じゃないの？俺はツアーの参加者リストを調べてみることにした。どう？乗ってる？なんか工藤進むシーン？工藤進むシーン？俺の親父の病院の、あ、事務長なの。あいつなら財宝のことを知っていてもおかしくない。なぜあいつが財宝のことを？
知っててもおかしくないの？親父がなんか言ったってこと？でもまたこれでなんか決めつけるのは良くないような気がするんで、こっち行こう。なぜあいつが財宝のことを。進む信は俺のじいちゃんの時代から朝霧に勤めていた男だ。あ、で知ってんだ。そうか。ペンダントや財宝伝説は朝霧家に代々伝わるものだ。長年朝霧院にいたあいつならそれを知ることは可能だったんだ。それに進むシーンは俺の知る限りでも金に汚い男だった。あいつとあいつの娘なら金のために人殺しをやりかねない。決めつけちゃう。また畜生。あいつら金のために俺から優を奪ったのか。よし、踏ん切りがついた。あいつら4人とも生きてこのツアーから返しはしない。そうだ、一人残らず殺してやる。まずは沢沼健、お前からだ。さっきの話からすると凌介もお前の命を狙ってるようだが、お前にとどめを刺すのはこの俺だ。でも先に殺しちゃって大丈夫？鉢合わせない。決して誰にも邪魔はさせない。俺は今すぐ剣を殺しに行くことにした。これ朝が来るのは待たない方がいいと思う。ここはさすがに行こう。今すぐ俺は今すぐ剣を殺しに行くことにした。朝に行ったらもう凌介たちがやっちゃってるかもしんないからね。マジでもセーブさせてくれ。そろそろ正解の方に進んでってるのか進んでないのかわかんないからな。7月26日 AM1 時30分。なんかデジャブなんだよな。でも俺はあらかじめ盗んでおいた鍵を使って静かに剣の部屋に忍び込んだ。起きてない？寝てる？寝てるね。どうやら剣はまだぐっすりと眠ってるようだ。俺はゆっくりと眠ってる剣に近づいた。でまた考察すんのかな。その時、え、うっそ、起きちゃう。まずいって。剣が目を覚ましそうだ。俺はとっさにそばにあったバスローブの帯を手に取ると剣の首に巻きつけ、そして結局考察、俺は渾身の力で締め上げた。死ね、死ね、やっちゃえ、やっちゃえ兄さん。苦しい、頑張れ。せめて一人ぐらいはさ。はあ、やった、やったぞ。ユウ、これでもう俺は後戻りできない。よし、ぐずぐずしてはいられない。早くこの死体をデッキまで運び出さなければ。デジャブだよ。ただ今回はじめちゃんには会ってないしな。俺は剣の死体を引きずり通路からデッキへと出た。俺はデッキに誰もいないのを確認し、剣の死体をデッキの縁へと担ぎ上げた。その時って来なければいけると思う。行こう、先に進もう。押します。はい。あ、あばよ剣、深海魚の餌にでもなるがいい。成功？長かった。やったよ。これでよし、あとは後片付けだ。俺は剣の部屋へ向かった。鉢合わせんなよ。大丈夫？誰もいない。剣の部屋に戻ってきた俺は指紋などの証拠を残していないか注意深く調べ、それらを丁寧に消し去った。よし、これで OK だ。いや、まだダメだ。いや、どっちだよ。これでなんかそそくさと出た方がいいのか、長居、長居して大丈夫？鉢合わせない。俺ここまでやってダメでしたとか嫌だよ。まあ入念に見といた方がいいと思うから、こっち行こう。いや、まだダメだ。このままでは朝になると剣がいないことで騒ぎになってしまう。まだ復讐は始まったばかりだ。ここでバレてしまっては残りの復讐が遂行できない。待って待って、
ケンがいなくなったことをバレないようにしなくては。ケンがいなくなったことはバレても問題ない。いや、問題だらけなんだよ。とりあえずこれはこっちかな。ケンがいなくなったことをバレないようにしなくては。つまりケンがまだ生きていると思い込ませなくてはならない。俺はケンがまだ生きていると思い込ませる方法を考えた。ケンが生きたまま姿を消す理由があればいいんだが。なんか遺書残す、遺書っていうか。そうだ。何？ケンは凌介と喧嘩をしていた。凌介はケンの命を狙っていた。凌介になすりつけるってこと？であればもう喧嘩してたんだから、それを理由にやってられるかっつっていなくなった風になんか装った方がいいんじゃないかな。こっちかな。ケンは凌介と喧嘩をしていた。確かケンは凌介にアキコに近づくと殺すと脅かしていた記憶がある。それに凌介とアキコはケンの部屋でケンを殺す話をしていた。あの話からするとアキコはケンより凌介の方に気がありそうだ。もしあの話をケンが聞いていればきっと凌介たちを殺すだろう。よし、ケンがあの話を聞いていたことにしよう。そして姿を隠し、あの二人の命を狙っている。ついでに俺がケンのふりをして凌介たちを始末すれば、奴らはケンの仕業と思い込むはず。なるほどね。俺が疑われることはないだろう。よし、この作戦で行こう。本当に大丈夫か。となると邪魔になるのはこのケンの荷物だ。荷物だけが残っていればケンがいなくなったことを不思議がるに違いない。とりあえずみんな持ち去っておこう。俺はケンの荷物をまとめ、こっそりと部屋を抜け出した。誰にも会うなよ。マジでセーブさせてくれ、そろそろ。ユウさんよ。ユウ、やっと一人目が片付いたよ。たった今お前のところへやってきただろ。沢沼健っていう男が。俺にはお前の足元にひざまずいた奴の姿がよく見える。待っててくれ。すぐに全員をそこに行かせるから。ユウさんも困っちゃうと思うけど。残るは凌介、アキコ、進むでいいのかな、の三人だ。俺は死んだケンをスケープゴートにするために、ケンになりすまさなくては。よし、ケンのことを知るためにあいつの荷物を調べてみるが、あの本は何だったんですかね。あ、それそれ、この本は何だ。ポエム。俺はケンの荷物の中から一冊の古びた本を見つけた。どうやら詩集のようだ。あのチンピラが詩集とは。どんな内容が書いてるんだ。我は遂げる刃なり。何言っちゃってんの。暗闇にさまよい嵐が苦労し、音を刻みたり刻みたり。何言っちゃってんですかね。なんなんだこの詩は。さらに他のページを見た。我は元より鬼畜なり、悲しき人中に耐えんより、はや君に無知の手を上げ打ち殺したり、打ち殺したり打ち殺したり。ケンは一体どんな性格だったんだ。待てよ、これは使える。この詩そのものが復讐殺人の予告状じゃないか。なるほど、見立て殺人みたいにするってこと。明日からの復讐劇にはまさにうってつけの小道具だ。そういえば荷物の中にサングラスもあった。サングラスを使って剣になりすまし、ターゲットを殺害、死体のそばには機械なしが。いいアイデアかもしれない。はや君に無知の手を上げ打ち殺したり打ち殺したり打ち殺したり。うん、ユウ、お前の胸、きっとこの俺が。おう、恨み晴らそう。じゃなんかだいぶ拓也さん楽しんでんな。あ、やっとセーブになった。
で、7月の26日、AM7 時20分になりましたと。いや、ようやくセーブができたけど、こんでちゃんと進んでいくのか、もう不安でしかない。オッケーっていうところでですね、まんまと一人目のターゲット、沢沼健をね、始末することができたということで、今回この辺にして次回ですね、またここから先を進めていきたいと思います。それでは、ここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。で、ほんでまだ、うっそ。やったごめん、てるくん疑ったりして。ちょびっくりした。いや、すげえいい勝負でした。ありがとうございました。ヒールトリガーだ。一発でいけましたね。初めから真実はいつもじっちゃん。そういう軌道は苦手なんだって、本当に。近い近い近い。バカ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 、何やってんの、おい。